国立民族学博物館名誉教授の藤井智明さん死去。国立民族学博物館の名誉教授で、愛知芸術文化協会の理事長などを務めた藤井智明さんが、心不全のため名古屋市内の病院で亡くなりました。90歳でした。藤井さんは世界各地を訪ね歩き、民族音楽の調査、研究に力を尽くしたほか、地域の音楽文化の発展にも貢献しました。 東海3県の文化人が名を連ねる CBC クラブでは長年、代表委員を務め1995年には CBC 小島賞も受賞しました。葬儀は27日、名古屋市内のホールで執り行われる予定です。